しいです。こんばんは。ちょっと告知を作っていたら遅くなりましたのと、今日メイクしてなかったんだけど、ちょっと写りが悪すぎてちょっとだけ薄くだけメイクをしたというので遅くなっちゃいました。こんばんは、こんばんは皆さん。今日は1時間くらいできたらいいなの気持ちです。まずはじめに何から話そうかな。どうしようね、どっちから。確かにどうしよう、何から聞きたいじゃあまずイベントがね、オンラインイベント、対面イベント、対面お話し会、対面ツーショット会、告知事なんですけどが受付中です。そしてツーショット撮影会の3部がありがたいことに皆さんのおかげで完売となりまして、本当にありがとうございます。そしてそのプラスで5部が追加枠として、5部が今日から受付スタートしたので、もしねお時間合う方とか、ぜひね会いに来てほしいなと思ってます。他のツーショット撮影会は1、2部も受付中なんですけど、タイプによっては完売とかもあるみたいなので、もし気になってるよって方いらっしゃったら、いろんなタイプがあるので、どこが完売かはちょっとあれなんですけど、ぜひお待ちしてます。追加もありがとう、みんな本当にありがとうございます。これはもう皆さんのおかげで5部がね、新しく追加という追加の部としてさせていただいたので、本当にいつも皆さんありがとうございます。もう本当になんかまさかまさかでびっくりでした。みんなのおかげだよ、ありがとう。対面の話し会も2日間ねある日程があるので、受付中なのでそちらも待ってますし、オンライン話し会もなんかリコのツイートで見たら、最新の一番最近でなんだ受付できる日が最終日みたい、伝わる、受付が最終受付みたいな、私で言うとくまちゃんの日11月4日がもしかしたら最終受付なのかな。私はその情報をねどうやっても見つけることができなくて、ちょっと自信がなくて書けなかったんだけど、最終受付かもみたいですくまになるよの日です。くまちゃんヘアにしたいなと思っています。こうなるのでちょっと私の情報がね、ちょっと私も発信する側で正しい情報を発信しなければと思って、ちょっとどこで本当に見たらいいかがわからなくて、どこになんか結構見てみたんだけどちょっと見つけれなくてちょっとわかんなかったので、もしかしたら明日の12時で最終受付かもかもな感じのクマなんですけどですお待ちしてます。どうなんだろう、ちょっと正しい情報が分かんなくてごめんね。こうやってねクマになろうって思います。ディスコの体育館ディスコのお話し会受付、オンラインの時はこっちのね下2つ横断歩みたいにしたんだけど、初めて高くしてみます。どんな感じになるか分かんないし、ちょっと私のねちょっと毛量がなくてですね、なんだろう、こうなるのね、
一つにしたら、一つだと毛量がちょっと足りるか、なんかクマじゃなくてなんか高校なんになるかもしれないのね。それちょっとわかんないんですけど、頑張ってボリュームを出していきたいと思います。ちょっと耳のクマの耳の大きさはわからない。子グマかもしれない、もしかしたら。耳ちっちゃくて大人のクマにはなれないかも。楽しみに待ってて、ね、子グマだったりして、まあそんなこんなで、いろんなね、イベント受付中なのでお待ちしてます。ほんで、ツアー初日福岡ありがとうございました。わー、ありがとうございました。嬉しい、ありがとうね。福岡県は私の出身地でもあるので、なんだかこう思い入れのある土地、みたいな。いや嬉しかったですね。初日からこうして皆さんとね、こういっぱいね、楽しい時間を過ごすことができて嬉しかったですし、思い出いっぱいですよ。何から話そう。ツアーもツアーというか、そのそうツアーライブもライブで話したいこといっぱいあるから、だけどネタバレをすごくなっちゃうのも嫌なので、ネタバレ聞きたくないよって方もいらっしゃると思うから、あまり言えないんですけど。待って、タワーありがとう、ありがとうございます。スカイさんありがとう。すごい、待って、このタワーなんだか可愛い、猫ちゃんがケーキになってる、猫ちゃんケーキ。スカイさんありがとう、昨日はありがとう。こちらこそ、結構すぐに見つけましたよ。またね、ペンライト4本本当にすぐ見つけられてめちゃめちゃ嬉しかった。いつもありがとう。福岡までね来てくれたのもめちゃめちゃ嬉しかった。福岡いっぱい満喫できたかな。いっぱいありがとう、たくさんね、ずっと見てくれてたのも知ってたから、知ってるし見てたからね。そうだからすごく嬉しい気持ちになりましたよ。あと近くにも行けたもんね。そう、近くにも行けたのがすごく嬉しかったなと思って、ありがとう、たくさん愛を届けてくれて。ありがとうございますね。近かったね、愛届いた。ありがとう。またねこうしてスカイさんとのね思い出がねまた一つ増えて嬉しいです。いつもありがとう、ラブ、ありがとう。タワーまで、すごいありがとうございます。そうそう。ね、ただいまだったね福岡は。この勢いで完全に沼ったので、ツアーの最終ファイナルだね。ありがとう、会いに来てくれるの嬉しい。そう、ペンライトもねすごくありがたいことに、まあね、私がペンライトカラーが赤だから、赤がすごく見やすいというか見えやすいというか、そういうフィルターがかかっているのは大前提なんですけれども、赤のペンライトがたくさん見えたのですごく嬉しかったです。いっぱいもうみんなと目合わせられたんじゃないかなと思ってます。はい、席が福岡の会場は3階席まであったので、そう、私は3階までこうやって見てましたよ。そう、なんだろう、こうフリフリってしてるのもちゃんと私はペンライトの奥の顔をね見ているので、目合ったの気のせいかなじゃなくて、それは気のせいではなく目合ってますからね。目合ってるので、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。あ、チキもありがとう、よかった。カメコもちろんいいんですか、いっぱい撮ってほしい。目って合ってるよ、みんなが見てない時も目合ってるからね。
そうだから目合わなかったって時はちょっと目線がこうなっちゃってるっていうことなので、目がパッて、そう、それ合ってないんよ。いや合わせてほしいんよ、それはもうね。そうだってさ、やっぱみんながさ、いろんなところに行ってるからさ、あのうわっいるってなってる、うわーってなってる時も、悪のペンライト持ってる方とかは特にヤッホーってしてたけど、見合わない時だってまあそれあるけど、メンバーも近くにで見たいよねって思うから、そんななんかうーんとはなんないんですけど、なんないけど、あーとはなる合わなかったとはなるので、タワーありがとう、しげちーさんありがとうございます、嬉しい。しげちーさんいっぱい見つけた、カメコもしてくれて本当にありがとう。あの毎回のライブでね、素敵な写真を撮ってあのくれててめちゃめちゃ嬉しい。今回のももう早速あげてくれてたの見てるから、見てるし、あのしっかり保存もしました、保存保存嬉しい。なんかあの私のなんだ携帯のアルバムというかホルダーに、あのしげちーさんが撮ってくださったあの素敵なお写真がね、こう私のんそうフォルダーに残ってるのがすごく嬉しいです。いつも本当にありがとう、撮ってくれてありがとう。あの会いに来てくれたるのてるのもすごく嬉しいし、福岡満喫ねなんか見たよありがとう、いっぱい会いに来てくれて、福岡まで大空ビュンとしてくれてありがとう、猫ちゃんケーキありがとうございます。ツアーファイナルまで駆け抜けるぞおおありがとうございます嬉しいね、嬉しいです本当に、ありがとうございます。リコの勢いでゆうかちゃんにあらなりました、キングさんおいで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 ありがとう、よろしくね。これからリコの勢いから気になりすぎてます、ありがとう。結構あれですね、嬉しい、リコの勢いきっかけの方とかもいらっしゃってて嬉しいです。初めてアイドルのライブ参戦したけど、ゆうかちゃんのおかげで最高でした、ありがとう、嬉しい。初ライブだったの、めちゃめちゃ嬉しい。そんな素敵ななんかね、貴重ななんだ機会を作ってくれてありがとう、会いに来てくれて嬉しいです、しててよかった、ありがとう。よつさんはじめまして、勝ち取るぞ、にやにやぞいいや面白すぎるのがさ、まあこれは MC のあれだから、こうネタバレとかでもないと思うからね、他の毎公演変わると思うからあれ言うんですけどMC でレノンが自ら勝ち取るぞにやぞいしたいとか言っててもうびっくりだよ本当にめっちゃ本人ノリノリでさ、こんなびっくりしちゃった、面白かった気になってます、嬉しい、私も気になっちゃいますありがとう。ゆうかちゃんのお昼ご飯を同じの食べてるって健康的を考えて、健康を考えて同じの食べてるようにしてるってこと、ちょっと聞いてみよう、レノのラジオありがとう教えてくれて嬉しいね、ライブ最高だよね。この勢いではチラシ、もうニアジュ学園のチラシをね受け取った、そこのあなたもうねこっちの世界へようこそだよレグルさんありがとう、アイランさんありがとう、待てとはおみんなありがとう、カズリンちゃんさん虹ありがとう、とお読みできていないものが、頑張れこちゃん頑張った、ありがとう、ありがとうございます、ゆめちゃんかな、そしてタワーマサチャンネルさんありがとう、嬉しい、ありがとうございます、
投げれてないかな、大丈夫かな。マサチャンネルさん、ありがとう。さあお疲れ様。あ、違う違う、待って、ギャグ、ごめんなさい、いろいろ間違っちゃった。お疲れ様、ありがとう。ツアー最高だったよ、間違えちゃった。ツアー最高、最高、本当にありがとう。私もツアー最高すぎた。福岡を大満喫してくれてありがとう。やっぱ嬉しい、なんかこう地元、私のね、やっぱ地元でもあるから、福岡県はあのそのね、思い入れのある地にね、みんながいてくれて、マサチャンネルさんもね来てくれて本当にありがとう。大満喫、もうツアーね、やっぱ初日でドキドキ、ツアーでね、やっぱこう初日で緊張してたけど、やっぱいっぱいね目も合いましたし、嬉しい、ありがとう、会いに来てくれて、マサチャンネル、あ、ありがとうございます。コメントがガラガラガラと、ありがとう。これからもね、ツアーファイナルまでぐんぐんぐんとさらに成長できるように頑張っちゃいたいと思います。ありがとう、初日、あの貴重な初日というね、この緊張ドキドキをね、 ありましたけれども、一緒に見届けてくれて、楽しい時間を一緒に作ってくれてありがとう。福岡も大満喫、最高。ありがとうございます、ありがとう。私全然コメント読めてないかも、目には通させてくださいこっちの世界へようこそ。リリーベ、ありがとう。リリ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 リベも嬉しい、対面も終わりだった、わー嬉しい、お、ありがとうございます。サムちゃん、ありがとう、 I love you。 チンリョウさん、くまちゃん、ありがとう、ありがとうございます。ハマりそうなんだけど、おすすめポイントとかおすすめ曲はありますか。ゆいつんさん、ありがとうございます。あ、さなつんさんのファンの方だ、お名前がかなと思った。嬉しいです、ありがとうございます。私はニアジョイで好きな曲は本当に決めれないくらい好きではあるんですけど、あの私が歌詞が好きなのが「今日も君の夢を見たんだ」っていう歌詞は、もう歌詞がしみるので、すごくなんか聴いててすごく好きだなと思います。はい、センター曲という思い入れもありますけど、なんか歌詞がしみるのでお気に入りです。あとね、ネバギバイキロもサビのね、あの今日を超えてた会えないた自分を褒めてのここのフレーズがすごく好きで、結構なんかなんだろう、一日の最後に聞くのにはなんかこう染みますね。笑い方、ハロウィンの日のオンライン、ありがとうね。何の仮装にしようかなと絞れてきましたよ、4つくらいに。今日も君の夢を見たんだね、歌詞が本当に良くて本当に良くてですね、いいんですよ。こういうコメントみんなありがとう。お、嬉しい、まかりで赤のペンライトフリフリしてくれるの、そりゃもう見つけるに決まってんじゃん、待ってるね、フリフリ、ありがとう。初めて話せ、お、リリーベでもありがとうね。結構リリーな、やばい、リリーベがやらない、リリーベが、あ、違う、そのリリーベでリリーベで初めましての方とかも多くてすごく嬉しかった。まあお見送り会でね、その他のメンバーの推しの方とかでもね、こうお会いできたりする機会もあって嬉しかったです。あ、そうなんですね、伊代理さんとさなつんさん推しなんですね、わあ、私も大好きです。大好きなんです。全部聞いてみます、これからよろしくお願いします、嬉しい、ありがとう。
ありがとうございます。私はね、そう、イコノイジョイでいおりさんともご一緒させていただいてて、ユニットで、シャッフルのユニットでご一緒させていただいて、すごく優しくて、なんか合同でっていうか、こうアンナさんと、まあ、レノンも含めて、いおりさんと4人で合同で自主練をねさせていただく機会をね作ってくださってて、その時もめちゃめちゃ優しく、なんだろう、なんかそう、マルクアートでこう振りが曖昧になっちゃってたところがあって、なっちゃってたところがあってとかも動画とか見て、こっちにしよっかとかっていうのをすごく優しく教えてくださってて、めちゃめちゃ嬉しかったです。今日神々だね。それな、どうしちゃったんだろう。ちゃんちゃん、ありがとう、I love you。あと私はサナツンさんは、私サナツンさんのツインテールが本当に大好きなんですね。7周年コンサートを見に行かせていただいた時に、もう隣リコとモモカだったんだけど、ムキヤーってうるさくて、本当にそれぐらいすごく好きで、それをねサナツンさんに直接お伝えするっていうのを今目標にしてます。緊張しすぎて、私が先輩方とお話をねするのにすごく緊張しちゃって、なかなか自分からいけないんですけどです。ゴエさん、ありがとう、タワー嬉しい。ゴエさん、ありがとうございます。コメントも読ませていただきます。ちょっと私が追いつけていないのがあれなんですけどありがとう、ゴエさん、あれかな、ツアーかな、ありがとうございます。タワーまで、待って、私ちゃんと読めてるよね。ゴエさん、ありがとうございます。タワー、嬉しい、一緒の空間に、あれかな、ツアーかな、ありがとう、来てくれて一緒の空間過ごせることはやっぱり嬉しいですねありがとう。ニアジョイのことも、もっともっとずっとずっと好きでいてほしいなと思いますありがとう、タワーまで、嬉しい、猫ちゃんのタワー、ありがとうございます、嬉しい。ずっと今日もね配信来てくれるのもめちゃめちゃ嬉しいです。私のこのね時間、すごい30分押しとかで始めているんです来てくれてありがとう、ごえさん、これからもっともっとライブでもいっぱい見つけられるように頑張るね。またいっぱいライブでも思い出作ろうね。ありがとう、また待ってる、ありがとうございます、ごえさん、ありがとうありがとうございます、みんな千葉、ありがとう、リリーベね、最高すぎる。ゆうかちゃんもツインテールまさかの、まさかのこっちにこう戻ってくるとはこう戻ってくるとはいや本当に私もさなつんさんのツインテールが大好きすぎる。頑張ってお話しするぞそう、福岡は皆さん満喫しましたか？モーメントでもちょっと書いたけど、結構メンションしてくれてるものとかで見る限り、メンションしてくれたものとかは全部見てて、あ、そう、それこそもつ鍋食べてるとか、私がおすすめしてた場所とか言ってるって思って、すごく嬉しかったです。みんなメモしてくれてたんだなと思って嬉しかった、ありがとう。ちばみんちゃん、 I love you、 ありがとう。そしてそしてちゃーちゃん、
I love you、 ありがとう。りゅうくん、うんうんうん、わかる、ありがとう、わかる。ありがとう、ありがとうございます。結構あれだね、あの前乗り&アット泊の方が多くて、そう嬉しい、満喫してるね。私も福岡満喫したよ、一緒だねみんなと。わあ、ルイくんありがとう、ルイくん嬉しい。タワーまで美味しそうなパフェもパクパクといただいちゃいたいと思います。ありがとう、コメント待ってるね、コメント読むよ。ありがとう、来てくれて嬉しい、タワーありがとうございます。ルイくんとも一緒の時間が過ごせたね。ありがとう、本当にもうね、みんながこうやって会いに来てくれるっていうのが本当に嬉しくて、やっぱねそれぞれさ、いろんなさスケジュールがあったりする中でさ、そのスケジュールの中にこうニアジョイとかこう村山優香って入ってるのが本当に嬉しくて、ありがとうるいくん、そうやってこうね私のために時間を作ってくれてるっていうのがとっても嬉しいです。ありがとう、これからもるいくんとの時間がね、あの一秒一秒とっても大切なのでたくさん過ごせていけたらなと思ってます。るいくんありがとう、コメントあったら読みますね、ありがとう。タワーまでSNS の投稿慣れてなさすぎて何投稿したらいいかわからんけど、ゆうかちゃんにリプはする、ありがとう。私も SNS もう一緒慣れなすぎて本当に本当に本当に困ってます。ね、一緒になれようね。本当にもう SNS 難しい。楽しいけどね、楽しいけど慣れない、一生慣れないんだけどって感じ。ゆうかちゃんのチキを初めて救えたし、 T シャツ4連番の一人としてライブ参加できて最高でした、ありがとう。めちゃめちゃ T シャツ4連番見えてたよ、昼も夜も。すごいね、すごい4連番だよ本当に。あ、すごい、じゃあるいくんは山ね。もういっぱいみんな面白い、本当にありがとう、いっぱい真っ赤だったよ。あー結ぶね。みんな本当なんかすごいよね、仲いい、もう微笑ましいもん見てて、ありがとう。山でした。なんかあれだね、4連番じゃなくなっちゃったら村山優香みたいな点と点で結ぶようにするね、もしそうじゃない時も。どこの会場でも村山優香探せるように頑張るね、私の視力鍛えないと。ありがとう。仲いいね。仲いい、仲良しが一番、もう仲いいのが一番だよ、見てて幸せになる。後ろから見るとちゃんと逆順、え、どういうこと、後ろから見るとちゃんと左から村山優香ってこと、すごっ。凝ってるね、嬉しい。ありがとう、ありがとうございます。 X はどのようにしたら優香ちゃんに届きますか。私はなんかタグとかハッシュタグとかがないので、あのメンション、
アットマーク村山アンダーバーユーカでメンションしていただければタグかな、そう、あの私の方に通知が来るので見てます、しっかり見てます。あと村山ユーカ、ハッシュタグ村山ユーカはあの検索、私がこう英語させるときに村山ユーカで見たりするので、あの村山ユーカってついてたら見てますね、目に入ります。そう、そうなんです。でも一番確実なのはアットマークだと思う。メンション、あ、ハッシュタグとかだったらあのアカウントが多分、そうそう、によっては見れなかったりしちゃうのかなと思うから、そうです。ロイ君ありがとう、星までありがとう。アットマークが一番見てる。庄司さん、はじめまして、よろしくお願いします。見られてるの恥ずかしい。なんでなんでなんで、私は見れて嬉しいよ。めっちゃ恥ずかしくなっちゃうのか。じゃあハッシュタグ村山優香だとちょうどいいのかな、みんな的に。でも見てないより見てる方が嬉しいのかな、嬉しいよかよね、嬉しいでしょ嬉しいでしょはあ、見られちゃダメな投稿って何よ、何よ、逆に何逆に見ちゃうんだからねそう、なんかさっきコメントでさ見たけど、なんか今回の MC ってか、なんか今回 MC をね私知ってたんだけど、あのなんかすごいすごいすごい、ちょっといい意味で、いい意味でなんか緊張が今までよりなかったというか、あの多分これはイコノイジョイであの MC というか、まあ若干のね、本当に本当に一部だけど、ちょっとだけなんかこう先輩方とかも含めあの感想をね聞くみたいなところがあって、もう本当にそれが本当にもうドキドキしてて、本番前までもう MC があるということにすごいあの大きな舞台でうわーっていうのを無事にあのなんだろう終えて、ちょっと強くなれましたそう、もうめっちゃ緊張したんだから、緊張したんだけど、なんかこのこれはね私がこれ勝手に思っていることではあるんですけど、その時の MC の並びっていうか、横並びの横一列の、これイコノイジョイの話です、横一列のお隣が私一番端っこで、こっちは空気で、こっちがあのマイカさんだったんですね。そうで、なんかすごくなんだろう、特にそのなんかそのマイカさんのオーラがすごく私的にはすごく安心するオーラがあって、そうマイカさんだったんですけど、あ、こっち空気、そうなんかそれですごく自分の中でもなんか落ち着けて、なんか冷静でいられたというか、そう私あの緊張すると思ってたんですけど、すごく落ち着けたんですね、なんか不思議と、なんでか分かんないけど、そのマイカさんの持っていらっしゃるオーラというか、そうですごくあの緊張な、すごいね、あの大舞台でも落ち着きながら MC できて、それがなんだかすごく自分の中でなんか変わったのかなって思って、そうすごくなんか冷静でいられたのが
自分の中でなんかよく嬉しかったです。はい。まあ空気って言っても私の麻薬は空気ですけど、あの下手側は結構皆さん、お客さんというかファンの皆さんがいらっしゃったので、はい、結構こうやってね見てましたよ。なんかそれを、なんだろう、あの緊張を乗り越えられたので、今回の福岡の MC でなんかなんだろうね、落ち着けてとか言いながら、私も MC 覚えられるかな、大丈夫かなと思ってめちゃめちゃ紙に書いてブツ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 ずっと唱えてましたから、もし何かのあの映像で残っていたら、あのMC 台本ジロジロと私は見ています。はい、もう本当にめっちゃ今回なんか、もしツアーのさ、なんかなんだろう、基本さ私たちのこうニアジョイの活動は、あのドキュメンタリーがあるのかわかんないけど、カメラをね回っていることが多くて、もうイエーイみたいな感じで普段はしてるんですけど、あの私の本番前の姿がどうも本当になんかお恥ずかしいっていう感じなんですけど、緊張した。福岡公演めっちゃ緊張した。特に昼公演もう緊張した。過去一かもってぐらいだった。 A ちゃんありがとう、星あんちゃん、のりゆきさん、はじめまして、よろしくお願いします。もつは食べれなかった、もつは食べれなかったけど家族には会えた家族には会えたし、あとね福岡公演はまあ地元だからっていうのもあって、お友達とか、あと今回初めてあのおばあちゃんとかいとことかもね見に来てくれたのね。それがすごく嬉しかったです。雪おかみさんありがとう、笑顔守ってありがとうございます。そう、家族がね差し入れで、あの今回は差し入れであの焼きドーナツがあるんですけど、福岡というか、まあ、九州、そう焼きドーナツっていうのがあって、それをね今回は差し入れでね届けてくれてて、みんな食べてて嬉しかった。めっちゃ美味しいんですよ焼きドーナツ、揚げてないの、焼きなの。そう、ジョッキ屋さんのね、そう私もあの家族からもらったそうそう食べた。私はまだ食べれてないけど、焼きドーナツ本当に美味しくて、今度また福岡、一番早くてちかっぱ祭かな12月、そうぜひぜひ買ってみてください。博多駅の中とかにあるかな、空港ではどうだろう分かんないけど。ソキくんありがとう、 I love you、 ありがとう。アオリーバーさん I love you、 ありがとう。お、みんな今到着系多いですね。飛行機到着した、みんな無事にお家帰るまでがツアーですからねとか言ってみるとか言ってみたね。え、ほんとお腹すいちゃうよね福岡いると。ポヒナちゃんありがとう、嬉しい、タワーにゃんにゃんありがとう、目やったね嬉しかったよ来てくれて、すごい嬉しかった、近くにも行けていっぱいフリフリありがとう。かわいいかわいいポヒナちゃんは私は見れて幸せでした福岡公演最高だったね本当にありがとう来てくれて。あのリリーベムカラーだからね、あのもう昨日の今日みたいな
ぐらいのね頻度で会えて、それもすごく嬉しかった。ゆうかちゃんの歌もダンスも最高だって。やったー、ありがとう。なっちゃん嬉しい、楽しくてよかった、楽しんでもらえてよかった、ありがとう。福岡までねビュンとビュンと来てくれて、またいっぱいライブでもおひなちゃん見つける、毎回見つけれて嬉しい、ありがとう。うわ、最後まで頑張って駆け抜けますありがとう。もうねペンライトとかねもうフリフリしてくれてるの見てすごく嬉しかったね。地元ね本当になんか私の、まあ、地元っていう範囲がえらい福岡県っていう、こう広々としてはいるんだけど、それでもやっぱこう福岡っていうもう地名がもう馴染みがあるから、そこにこうねみんながいるっていうのが、昔だったらなんかこう想像つかないかった未来なわけで、今がそうそうそう、すごく嬉しいです、ありがとうすごいいっぱい始まりました、ありがとうございます。お、お話し会、お待ってるね、ありがとう。フルーツジッパーさんとの対バンももう1週間後だね、早いね、すごい。今月というか、まあ今月すごいいろんなところに行ってる、嬉しい。いろんな日本のいろんなところに行ってる、ね、乗り越さないようにしないと。そうだよ、もう夜だから終電になっちゃったらびっくりだからね。あ、空港もあるらしいよ。焼きドーナツの話です。小江さんタワーありがとう、ありがとう小江さん、嬉しい。タワー小平さんありがとうございます。無防人のお渡しぶりに リーベで会えて嬉しかったよって、ありがとう。わっ待って、私今記憶がパッてなった、今なったありがとう、たくさんお話できてめちゃめちゃ嬉しかったです。オンラインも対面も行くねって、待ってるね、ありがとう。すごいすごいインパクトを残してねくれたねありがとう小井さん、小井くんありがとうございます。またね、無謀人の時とは一切年を取っているので、また違う村山優香になっているんじゃないですか、なってたかなわかんないけど、でも嬉しい、またこうして会いに来てくれて、いっぱいね、またこれからも思い出たくさん増やせられるように頑張ります。またこれからもよろしくね。猫ちゃんありがとう、にゃんありがとう、嬉しい乗り過ごして帰れなくならないように、いや本当にみんな10分おきに電車大丈夫って私言おうか、言ってみようか、言ってみようか。わあ、待って、小江さん、ありがとう。本当に、すごい。どうしよう。ありがとう。嬉しい。お気持ちのと、そんな私の方がもうもっともっとたくさんね、お返しをしなければならないぐらいでございますよ。ありがとう小江さん、嬉しい。すごい、これから私もね、これからもっともっと感謝の気持ちをゴエさんにもうドドドドドドドーンとねたくさんお届けしていくので、ライブでもいっぱい見つけるし、いっぱい思い出増やしていこうね、ありがとうゴエさん、嬉しい。すごい、その気持ちいっぱい応えるね、私も
これからもいっぱい届けるので、いっぱい待ってて、受け止める準備しててね。私も受け止める準備してていい？贅沢な人なんだからね、本当に。ごめんなさい。もうこれからも嬉しくね。ありがとう、嬉しい。すごい。いつもありがとう。ありがとう。猫ちゃんのポーズ。やん。今後覚えてください。もちろんですよ。任せてください。任せて。この間と同じ名札だったらなおさらもうぴったしわかるよ。すごい、あの即席だったのかな。前日から作ってたらごめん。即席だったと思ってもいい？どうだろう、どうなんだろう、わかんないけど。でもそれがすごく印象的で、私は覚えれたよ。リリーベもありがとう。勇気が出ない？そんな、めちゃめちゃ楽しいよ。オンラインだと普段見れない服とか着たりするから、オンラインならではだなと思うし、対面はまあ直接ね会う機会とかもなかなか、ワンシーズンに1回とかなのかな、大体秋に1回冬に1回今のところやってますので、その前は4月とかだったから半年くらい出たり、まあいつ会えるかわかんないけどっていう感じかな。ありがとうございます。対面よろしくお願いします。よろしくね、ありがとう。オンラインもありがとう、みんなすごい嬉しい。すごいタワーたくさんありがとうございました。すごい。じゃあ次ひろたかくんからいきますね。ひろたかくんありがとう、嬉しい、ありがとうございます。逆に地元に行きましたって感じだったんですけど、嬉しい。なんか対面の時とかにビルいっぱい買ってるよって教えてくれてて、こうやってバスの外からこうやって眺めてたら本当に変わりすぎて、もうすごい、なんか黒いビルになってるとか、めちゃめちゃ変わってて、それもびっくりした。ちゃんと見れた外。私ライブもう何よりもライブをね来てくれて本当にありがとうございました。見合った時お互いおおってなったよね。私はなったと思ってる。めちゃめちゃ嬉しかった。なんかやっぱうわ、なんか待って、なんか喋り出した。ギャー、びっくりした。ちょっと携帯が鳴っちゃいました。ひろたかくんがやっぱこう福岡で見るひろたかくんはやっぱ福岡の人だったわ。なんだ、本当に嬉しかった。あの時やばかったね、本当にそれな。そう、どっちゃラブリーだった。やった。なんだっけ、モーメントかな、モーメントでコメント送ってくれてたの見たけど、めっちゃラブリーってめっちゃ書いてくれててめちゃめちゃ嬉しかった。逆にラブリーだったよ。ありがとう、本当に。やっぱ福岡最高だね。ひろたかくんにも会えてめっちゃ嬉しかった、ありがとう。また福岡に行くね、頑張るね、待っててね、ありがとう、嬉しい。なんかね、シリが喋り出しちゃったんだよね、さっき。ありがとうございます。そしてキクさんタワーありがとうございます。ありがとう、キクさん、コメント読むね、こんばんは。ありがとう、キクさん、タワーありがとう。ドラゴンのアバターがドラゴン、ありがとう。キクさん来てくれてタワーまでありがとうございます。嬉しい。キクさんとの思い出が増えていきますね。とても嬉しいです。いつもありがとう、いっぱい支えてくれてありがとうございます。これからもキクさんと一緒に。あら、お友達なの、キクさん、ありがとう。コメントぜひぜひ読ませていただきたいです。待ってるね。まあドキドキみたいな感じでもあるかもしれないけど、
許容はしませんがありがとう、キグさん来てくれてありがとうございます。これからもキグさん一緒にいろんな景色見ていきたいなと思います。いっぱい仲良くなりたい、もっともっと仲良くなれると思うよね。まだ知らないこといっぱいある気がする、キグさんのこと。これからどんどん知っていきたいなと思うので、これからもぜひ仲良くしてください。よろしくお願いします。いつもありがとう、ラブビームありがとう嬉しい、ありがとうございます。嬉しいですね、みんなありがとう。ツアーの話は、まあ、ネタバレない範囲だと、あれですね、もう出てる情報だと、カップリング曲が2曲、初披露になりましたね。あと15分くらいしか配信できないんだけど、15分以内に話します。カップリング曲どうしでしたか。待って、本当今日噛みすぎて、ちょっとどうした、どうした、村山優香。しっかり噛み噛みやで、ほんまやで。今日はね、お茶ちょっと食べ過ぎたから、内臓脂肪と皮下脂肪を減らすお茶飲んでますそう、ピーチティーとピーチパイ、そしてダダダダってになりますね。カップリング曲、明日が初恋シンデレラ発売日なのね。そして今日フラギ日なんですけど、そうだからもうね、聞いたよって方とかも、店舗にね行って聞いたよって方とかもいらっしゃるとは思うけど、そうめちゃめちゃ可愛い曲なので、どちらも明日にはもう完全に聴けるんじゃないかなと思います。楽しみにしててね。そうだよね、 MV とかもワクワクドキドキだよね。ワクワクドキドキしててめっちゃね緊張したんだけど、本番前に、ダダダダってでは本番前に、袖でね、みんなで顔を見合わせてし合いましたし、そうピーチティーとピーチパイ終わりが、あ、危ない、セトリ発表しちゃうとこだったの曲で、顔を見合わせたりねしてね、危ない、私はこうネタバレしたくなくて、セトリとかも、私はグラブさんの7周年コンサート、7周年の時だったっけな、違うかな、瀬戸利のネタバレをね、7周年じゃないな、何の時だったっけな、ツアーかなツアーの時、ネタバレをしないように、瀬戸利を検索しないっていう風にしてた派の人なので、私は私はそっち派の人だから。そうでもね、そう、その曲の次の曲の時にね、顔を見合わせたりしながら、とってもなんか思い出に残る初日となりましたね。そうだからね、そう、ちょっとツアーのお話は、まあファイナル終わったらもっともっとお話しすることはできるんじゃないかなと思います。え、すごい、天使の涙さん、はじめまして。そしてコメントも嬉しい。嬉しい、コンビニで初恋シンデレラ流れてたの、めっちゃ嬉しい。なんかそれこそ先輩方の楽曲とか街中で聞くこととか結構あるのね。お店で流れてたり、私が行ってる美容院で先輩の曲が流れて、もうなんかふわーって先輩を感じたわけですよ。すごく嬉しくて、私たちもね、ニアジョイもいつかそうなりたいなと思っている中で、そんな嬉しい
ご報告ありがとう。ありがとうございます。まだまだいっぱい話したいことあるけど、あとすごくツアーの話ではないんだけど、今日がフラゲ日だったじゃないですか。だからね、みんなたくさんね、店舗にね、すごい行ったよっていう報告、そのすごいしてくださってて、めちゃめちゃ嬉しかったです。すごい今ねたくさん CD ショップさんでキャンペーンとかやってるので、ぜひなんか今の期間だけのなんかスペシャルプレゼントとかもあるから、そうすごいよねフラゲ日。そうだから私が応援店舗さんが福岡のね店舗があるのね、アミュープラザ博多店さんかな。そうで関東住まいの方とかはなかなかね福岡まで行けないよって方とかも今までいらっしゃったと思うんですけど、今回すごくタイミングがねよくて行ったよって方とかもいらっしゃって、私はねちょっと行けなかったんだけど、そうみんなが行ったよ報告を見て、みんなの行ったよ報告を見てすごく嬉しかったです。そう体育館ディスコの時は私は行けなかったんだけど、家族はねそう言ってくれて写真送ってくれてたりして、すごいありがとうございます。みんないてくれて。ありがとう。ねえそうなの、博多店さん売り切れになってたみたいで、みんなありがとう。いっぱいね初恋シンデレラたくさん盛り上げていきますので、皆さんもぜひ大盛り上げを一緒にできたらなと思ってます。今日もねなんか私の X の中ではトレンド入ってたりしてて、めちゃめちゃみんながねつぶやいてくれてるおかげだから、ありがとう、嬉しい。ヒロピーさん守りたいこの笑顔、ありがとう、ありがとうございます。すごい一番乗り最高じゃん、ありがとう。生写真ももう最高、もう誘拐がすごい、もう嬉しい、最高、もうありがとう、大好きみんな。はあ、ありがとう本当に。みんながねこう本当せな元気すぎ、元気元気なのいいことだからね。イヒヒをね、そうライブでもなんかイヒヒ笑いしちゃったりして、もうだんだんこう本性あらわにしてしまっている。お母さんのご飯は食べれました、食べれたのよ、そう食べれたし持って帰ってきましたよ、明日の朝ごはん。嬉しい、大事に抱きかかえて持って帰ってきた。ね、嬉しかった。そうあとね会えないと思ってたお友達にも会えてね、すごい嬉しかった。えっ、ー、と思って帰ろうってしてたら友達いて、なんでいるのっていう、びっくりびっくり仰天、話が盛り上がりましたね、ライブ後で。大盛り上がりでした、嬉しいね。また会える日まで頑張ります。でも結構ねありがたいことに福岡のに行くことも多くて、キャンペーンとかでもねありがたいよ。なんかこんなに福岡に帰れる日が来るとは思ってなかったから、私もね。そう今月末はまたもう今月末にはもう兵庫にいますから、私たち兵庫の兵庫弁関西弁の中でも兵庫はまた違うっていうじゃないですか、兵庫弁覚えなきゃ。
だね。本当にワクワクだよ。なんか関西弁ではあるけど、なんかちょっと違うって言ってた。そう、なんかほぼ地方組のなんか凱旋みたいなレベルのあのメンバーの出身地に行ってるねっていう感じなんですけど嬉しい。そうちょっと違うらしい。確かに今回ねあんまり博多弁言ってないかも。やっぱねなんかこう MC とかで博多弁出ないね、どうしても出らんね出らんくなっちゃう。関西弁すごい桃花の煽りで博多弁がもうめちゃめちゃ出てて可愛かったすごいよく出てくるなと思う。すごいちゃんと博多弁になってるしさ、すごいよね、方言すぐ言えてすごい。ああと5分しかないや、5分しかないけど早いね、あっという間だ。お友達は、いやでもお友達と話す時はめちゃめちゃ博多弁なんで、そう急に「なんとか言ったっけ?」みたいな、「なんとかないよ!」って「なんとか言わない?」とかめっちゃ言ってますうん意識すると出ないし、やっぱ博多弁で来たら博多弁で全然返せるけど、やっぱ合わせちゃうかも。相手が敬語じゃなくてなんだ標準語とかだったら基本標準語かなって感じです。うん、話す人が博多弁だったら博多弁だねはい、ということでそろそろ誕生日をしていきたいと思います。早い、いきます。13位、レグルスさんありがとうございます。12位、 A ちゃんありがとうございます。11位、ソウキ君ありがとうございます。10位、サムちゃんありがとうございます。9位、チンリョウさんくんありがとうございます。8位、スカイさんありがとうございます。7位、キクさんありがとうございます。6位、ひろたかくんありがとうございます。5位、ポヒナちゃんありがとうございます。と4位、しげちさんありがとうございます。3位、まさチャンネルさんありがとうございます。2位、ルイくんありがとうございます。そして1位、ゴエさんありがとうございます。ありがとう、いっぱいありがとうございます。ありがとうございましたまたガムテープで待ってるね。あれがゴエさんのいい味出してるタワーもいっぱいありがとうございます。今日ね初めてね配信見てくれた方とか、あのツアー終わって、あ終わってはないけど福岡公演が終わってのねすぐの配信だったので、いっぱいねツアーのことも語れて嬉しかったです。駆け込みお疲れ様、無事ついてよかった、安心安全気をつけてね帰ってねみんなね、ありがとうございます。タワーがマシなんだけ、わあありがとう。そうだね、あの個別話し会とかためお話、ツーショット撮影会とかオンライン話し会も待ってるね、ありがとう、嬉しい、乾杯も本当にありがとうございます。みんなに会えるの嬉しい、待ってるねみんな、思い出いっぱいなるね。
どんどんなんかやっぱお話し会あと1分で喋る内容じゃないかもしれないけど、あのお話し会とかでどんどんみんなと仲良くなっているのが慣れているのが本当に実感できるのでとても嬉しいです。また待ってます。では今日も見てくれてありがとうございました。ありがとう幕張の二次受付もあと1時間待ってるね。最終違う違うファイナル、さあファイナルだからね待ってます。ではまたね、ありがとう。また明日したい気持ちはしたいということで待ってます。バイバイ。ちょっとできるか分かんないけど気持ちはすごいしたいしたいもしたい気持ちでいっぱいです。バイバイ、またね。本当願望願望でした。おやすみ、みんなありがとう。ゆっくり寝てね。バイバイ。明日からも頑張ろうね。